でしょうか。勝手に通信してきた。私たちが平和を愛していることをご理解いただけましたか。口だけならいくらでも言える。機械には心がないんだから。そうかもしれません。でもこれからもよければこの村に来てください。依頼されていた資材を入手。
界は得られない。私はそう思っています。そう。何の音だろう。バンカーより緊急連絡。 2B さん、廃墟都市地帯に敵大型兵器の出現を確認しました。他にも機械生命体反応が多数あります。全ヨルハ部隊は迎撃に急行してください。大型兵器 2B、 やっぱりこいつら僕らを罠にかけようとして。私たちもその情報を知りませんでした。信じていただけないかもしれませんが、可能であれば信じてほしいです。どっちでもいい、倒しに行く。2B、 司令部から飛行ユニットの配備の連絡がありました。座標をポイントしたので向かいましょう。分かった。飛行ユニットはこの先のビル屋上に配備されてますね。危険ですが、あの大型兵器の足元を通らないとたどり着けそうにありません。気をつけていきましょう。戦が集中している。ハブの情報を表示します。飛行ユニットの場所まで移動しましょう。上空は
敵の対空兵器で危険です。低空飛行で接近してください。了解。敵大型兵器前期機能停止を確認。敵兵器が再充電してます。敵兵器の振動さらに増加中。戦闘地域の地下空間が共鳴しています。まさか数百年も姿を現さなかったエイリアンが地下にいるだと。全ヨルハ部隊へ。数百年もの間発見されなかったエイリアンたちの反応を確認した。知っていると思うが、エイリアンは機械生命体たちの司令塔だ。エイリアンを殲滅すれば長きにわたるこの戦争も終結する。現在技術部の方で電波発信源の解析を進めているが、情報が不足している。地上にいるヨルハ部隊は本案件に対する情報収集を最優先しろ。この好機を逃してはならない。人類に栄光あれ。司令部の情報をもとに信号発信源を予測、マップにマークしました。でもこれ地下の深めの場所みたいですけど。行ってみればわかるよ多分。 2B って大雑把なところがあるんですね。空洞がどうして。なんだあの変な敵は。
地形が陥没してる。もともと地下に空洞があったみたいですね。この通路は昔からあるみたいですけど。残骸が。でもこれ随分昔からここにあるような感じですね。この場所はデータベースに該当する情報はありませんね。あれ、破壊されたエイリアンの母船が。ようこそ我が創造主の墓場へ。お前たちはなあ、こいつら殺していい？イブ、落ち着け。まだ話は終わっていない。分かったよ、姉ちゃん。私の名前はアダム。君たちアンドロイドが探しているエイリアン。もういない。何百年も前のこいつが、私たち機械生命体が絶滅させた。絶滅させた？今度絶滅するのは、君たちアンドロイドか。機械生命体は自己進化を繰り返して強化されていく兵器。ネットワークの上に芽生えた知性、創造主はそれを凌駕する。大して時間は必要としなかった。自分たちの創造主を倒すなんて。いいんだ、こんな奴が。植物のように単純でくだらない構造の生き物は価値がある。私たちが興味ある月にいる人類。人類？そう、人間は魅力的だ。理解不能だ。記録によると同じ種族で大量に殺し合う。愛し合う。その行動原理は目を見張る不可解さ。私たちはその神秘に迫りたい。だがその模倣作品であるアンドロイドの諸君に調査を手伝ってもらいたいと思う。そう、月にいる人類を引きずり下ろして生きたまま分解して分析してその秘密の全てを暴くのだ。このストーリーだけ他にはない。そんなことやらせるわけないだろ、トゥビー。こんな奴らに惑わされちゃダメだ。ああ、じゃあ交渉は決裂というわけ。
滅ぼすしかない。君たちここにいる大物宇宙人のようです。そろそろ時間だ。これが私たちの創造主の末路。お前たちが信じる人間はどうかな。逃げられた。エイリアンたちがすでに滅んでいた。トゥービー、とりあえずバンカーに戻って報告しよう。またこの道を戻るんですか。めんどくさいですね。文句言わない、ナインエス。トゥービーさん、こちらオペレーターの 6O です。廃墟都市の転送装置の配備と稼働を確認しました。他のポイントも準備中です。ようやく転送装置が使えるんですね。転送装置？ええ、地上にボディを残したままバンカーの仮ボディに自我データを転送する装置です。技術部の人から話を聞いてたんですが。やあ、元気？あなたは？君たちのところの司令官に言われたんで、新しくアクセスポイントを作っておいたよ。転送装置も動かせるようにしておいたから。あ、ありがとうございます。司令官は昔馴染みなんだけど、あいつ人に仕事させすぎだよね。今度会ったら文句言っといてよ。これが転送装置？でも転送装置があればいちいち飛行ユニットでバンカーと地上を行き来しなくてもいいから便利ですよ。飛行ユニットは運用コストが高いですし、攻撃される危険もありますしね。以上がエイリアンシップの報告です。そうか、すでにエイリアンは。この情報は人類会議で結論が出るまでは最高機密として扱うことにする。くれぐれも他言のないように。はい。君たち二人にはパスカルという名の機械生命体の情報収集を命ずる。え、あの怪しい感じの機械生命体ですか？月面の人類会議からの通達だ。特殊な個体の調査は今後の作戦の重要な資料となるからな。了解しました。司令官も本当に人使いが荒いですよね。しかも行き先はまた廃墟都市ですか。久しぶりだしちょっと休んでいきません？トゥービー。気が向いたらね。
いくつかあなたに聞きたいことが。はい、私に回答できることでしたら何なりと。この村以外にネットワークから切り離された機械生命体はいるの？この村以外ですか。先日お二人に倒していただいた遊園地の歌姫がそうでしたね。歌姫？あとは森の国にもいるのですが。森の国？ええ、この近くに広い森があるのですが、そこに機械生命体たちが集まって国を作っているのです。排他的なグループで我々が近づくこともできません。場所は廃墟都市の北東にあります。大きな商業施設の廃墟から行けるはずですが、あの辺りは最近物騒なのでお気をつけください。森の国、調べてみる価値はありそうですね。何でしょうね、今の。そう、トゥビー、何？いつになったらナインズって呼んでくれるんですか？ナインSで十分伝わる。まあそうなんですけど。